はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みーともでございます。この動画はちょっととあるドラマをありつつという話です。あ、その前に一つだけお知らせでございます。お知らせっていうか単純に。だいたい配信しますとか言って配信してない、配信詐欺をしてますが、諸事情でそうなってます。これどこまで言っていいのかちょっと、俺もわからないっていうか、先月とあること言われてですね、ちょっと、まあ会社の件っていうことだけど、で、4月から別のところに行きますっていう話です。多分その動画も多分近々あっちの動画で上がるんじゃないかなって、上がるかどうかわかりませんが、上がれば説明しますし、上がんなければ、こっちで説明したいと思います。でですね、で、さっき、あるドラマの、あれをお話ししますと、リアルにしちゃいます。実際その BGM 聞いているんですが、内藤さんがやってるテレ東の番組、コンノビンサスペンス、樋口明っていう作品、それがおすすめなんですよ。それに通じて、木曽235とコラボして、まあ、テレビ東京で放送してるんですよ。その作品めっちゃ面白いなと思って、ちょっとあれしたくて、この動画作ってるんですよ。多分配信日的に、もうちょっとで最初、3月10日で最終回なんで、最終回前に上がってると思います。上がってなかったらごめんなさい。いい作品なので、カラビで、内藤さんにその、やってたその、コンドビンサスペンス、樋口明の作品ね、警視庁恐怖後半係、明って検索してる。めっちゃ面白いです。ただ、俺疑問に思ってることを言います。なんで、5作、要はテレビ東京版の5作目は配信されてない。5作までは、1から5は配信してないんですね。リアルで配信で見たかったんですよ。なんか、難しいんですからね。ツイッターでそういう一応疑問系の投げかけをしてるんで。わかる方教えてください。っていう感じですかね。あともう一つ、さっき言った基礎235は、もともと某ドラマが、撮影できなくてそうなったって言ってますからね。とにかく、いろいろと、いい作品なので、見てほしいなっていうのはあります。ということで、ちょっとざっくりしたおっしゃってというか、宣伝動画でした。とにかく、概要欄に、その、テレビ東京の番組、さっき言った、基礎235×、恐怖後半係、樋口明の、リンクを貼っておくので、ぜひ見てください。出てるわけじゃないです。もちろん。一応、リンク貼っておくので、ぜひ見てください。で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとサボり癖あるのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならー。